束する。指切りしたっていいよ。指切りって何？知らないの？あのね、こうやって小指をかけて指切りけんまってやるの。絶対に約束を守るっておまじないだよ。わかった？おまじない、わかった。せーの、指切りけんま。これからも一緒に。ダイヤちゃん、急げ急げ。キタちゃん、待って。早くしないと遅刻だよ。なんでこんなに遅くなっちゃったんだっけ。しょうがないよ、お助け大将キタさん大活躍だったもの。おばあ様のお荷物運びに、迷子のご案内、あと落ち込んでらしたおじさまの励ましとかね。だってみんな困ってたし。でもここからはちょっと本気で。あ、待って、キタちゃん大変。なんだなんだ、トラブル？川の上で石がぴょんぴょん跳ねてるの。あそこの男の子たち、もしかして超能力者なんじゃ。ガク、あれは水切りっていう遊びだよ。ダイヤちゃんの好奇心も原因な気がする。とにかく今からはよそ見禁止で行こう。二人のところへ。というわけで、新入生諸君、ここで改めて本日行われるレースの開催意図を説明する。はあ、ギリギリ間に合ったみたい。よかった。しー、会長さんのお話始まってるみたい。トレセン学園で走る意味、それをデビュー前の諸君に実感してもらうための特別レース、いわば新刊レースだ。とはいえ、勝負服をまとった一騎当選の傑物集う本気のレースとなる。その姿に諸君が何を思い感じるのか期待しているよ。会長、話の続きは僕たちに任せてよ。この声どうやら待ちきれないものがいるようだね。それでは彼女らに夢を示してもらおう。みんなお待たせ、最強の馬娘東海帝王、僕はここだよ。じゃじゃーん、どう、この新しい勝負服、燃えてる感じが眩しくてかっこいいでしょ。まったく、会長はまだお話中でしたのに。あなたって本当に目立ちたがりですわね。そういうマクイーンも本当はもっと注目されたいんじゃないの。君の新しい勝負服もなかなか活かしてるもん。ほらほら、アピールしなくて大丈夫？もう余計なお世話ですわ。いずれにせよ、皆さん私しか見えなくなりますもの。そう来なくちゃ。負けないよマクイーン。はあ、マクイーンさんかっこいい。キタちゃんもよかったね、大好きな帝王さんが目の前で。帝王さんすごくかっこいい。かっこいいんだけど、なんかかっこよすぎて。あ、ファンファーレ、キタちゃんレースが始まるよ。そうして始まったレース。他の馬娘たちは強いけど、帝王さんとマックイーンさんの走りは圧倒的で。さあ、レースはいよいよ最後の直線。先頭は変わらずメジロマックイーン。これは強い、これは強い。しかし東海帝王も来ているぞ。東海帝王が来た。その差が2馬身、1馬身。風が吹いたの。いつも通りかっこいい帝王さんも、
いつも通り強い走りを見てる。だけどいつも通り綺麗なマックイーンさんの、いつも通り強い走りを見てる。だけどいつもよりずっと胸が熱い。夢を示す、これが本気のレースなんだ。私たちが目指していくもの、あんな風に走っていくんだね。これから憧れのトレセン学園で。グランニューフレンド。君と夢をかけるよ、何回だって勝ち進め、勝利のその先へ。サンシャイン前を向けばパッション高鳴るファンファーレ、青空一直線。時はパッと耳澄ませてフィールに、その背中押してたいから、気持ちいい陣列、それぞれに続く地平線決定。迷わないで止まらず行こう、君と夢をかけるよ、何回